今回はですね、かけまるチャンネル。はい。二人と、環境フロンティア、スタジアムと、柏レイソル対 FC 東京の試合観戦ということで。はい。はい、やってきました。来ちゃいましたよ、このチャンネルに。ねえ、やってきましたよ、かけまる。なーちゃんは俺、初だよね。そうです、ね。撮影でね。でも、まあ、ウィナーズでね、ちょっと。あ、そう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 。うん、挨拶とかあるけど、なかなかこう喋ることはね。そうそうそう、ソフトクリームが大好きなおじさんだそれは知ってる、それだけは知ってる、ね、うん、2回ね、2回食べるからね今日もサービスエリアあるかなっていうねかけるは J リーグの試合見に行ったことは、あれコロナの前は、うん、僕めっちゃ FC 東京好きで、うんうんうん、めっちゃ試合見に行ってました。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあなーちゃんもそれに釣られて1回だけ、1回2人でその湘南ベルマールと FC 東京スコアレスドローで終わって、はいはいはい、ちょっとあんまりサッカーの楽しさあんまり伝えられなかったんですよね。あ、なるほどなるほどなるほど。なので今日は、うん、本当に打ち合いとか期待して、ねえ、そうだよね、サッカーとね、楽しいんだろうサッカーっていうと例えばどういうとこに、だから養子なのかとかさ、いいですか、ちょっと言っていいよ。ウィナーズ応援来てくれるじゃないですか。うん、アイム君好きなんですよ顔なんですよ結局なるほど。サッカーを見る場所、うん、顔なんですよ。いやいやいや、顔です。サッカーは顔です。じゃあボール見てないんですよ。見てるよ。これ、ウンパ聞いてください。サッカーは顔です。かけるもかっこいいじゃない、そんな。俺はどうなん、サッカー中の俺は。いやー。いやーって。いや、ツンデレなんですよね、こうやって。ナスさんから、その、イケメン三重師に入らせてもらってるから。そうそうそう。ウィナーズイケメン。イケメン三重師。岸君、俺、ウンパ。入らせてもらってるから。ウンパ。ウンパですね。ナスさんさ、うん、その試合見たことないか、さすがに。ないか。ないか。ナスさん、マジでかっこよかったんだよな、ちゃん。もう今こうやって話してるのすごいから。普通に。俺、テレビで見てましたもん。いや、マジで。ガーレッツとか。マジ優しい監督のイメージしかない。あ、本業は監督だと思ってた。うん、だから。スポーツ観戦、なっちゃんしないの？しないです。でも、学生時代は、野球とか見に行ってました。高校野球とか。なるほどね。野球派なんだよね。うん、そうなんです。うん。やるのはサッカーなんです。あ、そうなの？はい。やってたもんね。フットサルやってた。あー。二人とも、美男美女カップルだと思うんですけど、いやいやいや、モテてきた高校の時に、まあ、チョコレートとかさ、いや、それはもうサッカーやってたんで、うん、あ、かけるは、そっかそっか、いや、サッカー部は、うん、多少モテます。モテませんモテます、え、モテません、モテてないですかウンパみたいでも、なーちゃんも言い寄られることあったでしょ。いやいやいや、でも言い寄られる、なーちゃんもモテですよ。でしょ、違いますよ、うん、やっぱりチア部とかがモテるんですよ。へー、かわいい感じ。あ、私ゴリゴリフットサルやったんで。ああ、そういうことね。那須さん高校の頃彼女いないですか？人数いないね。俺高校時代は彼女を作らんっていう。いや、かっこいい。作らないから、作らなかったの誰がや誰がや、いやいや、それもまあまあそれが、あ、でも決めてたろ。あ、そうなんですか。ご正直って言ってたんだけど、はいはい、男女共学成り立てっていうのもあって体育会系の女子が多かったんですよ。あー、もうあったし、そんな余裕なかったね。もともと俺横浜生まれた。横浜の方が長いんですよ。それで中高って、小6、中高って鹿児島なんですけど、鹿児島では、彼女を作らないっていうのを絶対に決めてた。なんか知ってるよね。俺が憧れたのはさ、その、まあ、公立とかに続いて、パン食いながら自転車で彼女と二血して、うわぁ、遅れちゃいよ、みたいな、なんかそんな一人で妄想したのよくね。いいなぁ、かわいそうだ。出会うきっかけは何やったの？大学の入学するときに、うん、英語のクラスがめちゃめちゃ分けられるんですよ、そのレベルで。はいはいはい。で、たまたま、うん、なーちゃんとその英語のクラスが一緒だったんですよ。そっから僕が一目惚れです。その時のなーちゃんの最初の印象はどうだったの？じゃないです。金髪だったんですよ、そう、そう、行ってたからね。入学式から金髪で、もともとこの人チャラって言ってて。あ、思ってたんだ。まさにそのタイプです。はいはい。ロシアワールドカップ、うん、で、そのベルギー対日本を一緒に見たんですよ、なーちゃんと。おその試合で、うん、めちゃくちゃ仲良くなりました。へぇ、いいの、うん、食べてね。印象が変わるのってなんかこうきっかけだったの？引き際がうまいんですよ。おう、自分からめっちゃ、うん、こうなんか、ああ、あの
結構なるほどなるほど、押してきて最後のところで引いてくるのね。そうなんですよ。駆け引きしないとやっぱ。なるほどね。恋愛駆け引きだから。チャラいです。チャラいですよね。チャラいです。そうですね。その駆け引きチャラいです。今付き合ってどんくらいですか？4年経ちました。はあ。今5年目カップルです。ウィナーズで、うん、結構一緒に試合見てくれるんですよ。うんうん。那須さんがもう吠えるとすぐ笑う。那須さん吠えた。結構那須さんも熱くなってシーとか飛ばすじゃないですか。飛ばす飛ばす。そのシーン映った。那須さん吠えた。笑うんです。あれ本当ゴリラみたいだから。しかもめちゃ黒いしさ、一人だけ。本当にもういや、よかった。こんな人がいたんだけど。まあでも、雰囲気イケメンが一番モテるよね。確かに。顔だとさ、マイナス査定が入ってくるからね、基本的に。あー、確かに。最初に顔で入ると、勝手に想像しちゃうから。いろいろ頑張るじゃん、イケメンじゃない人って。あのね、相手を気を引かすために。だから、プラス査定がどんどん入ってくるから。なるほど。相手を語ってる。すごい人は。ウィナーズっていう雰囲気イケメン誰ですか？ヒゲ。なおめきも、ヒゲめっちゃ思いました。うめちゃん。うめはちょっと、ウィニーゲームまでいかないな。まだいかない。まあ、普通に喋りが面白いし、面白い。うん。そっちで、あのね、火を引けるというか。ヒゲも推しめやん。そう。夏の大会の決勝。はいはい。準決勝の時。うん。その時応援来たじゃん。うん。決勝戦の時に、その、あゆむくんとヒゲくんのゲーフラ作ってきたんですよ。で、俺のボードはめちゃくちゃ高い。あやむくんのシェイクめっちゃ豪華なって考えてますね。あやむくんこそ雰囲気です。お勇壮な雰囲気。そう。あなるほどね。それがかっこいい。あミナーズってフンパはサッカーやってたけどもサッカー系 YouTuber じゃないじゃん。はい。で、かけるもそうでしょ。だって、はい、なのにこんなに俺成長すると本当に思ってなかった。へいや、嬉しいです。この2人がもう代表格かもしれない、ミナーズって。以前はもともとサッカーやってたし、サッカー YouTuber だからサッカーボールも触れてるし、触れてうまいのは分かるんだけど、伸び率が半端ないね。いや、嬉しいです。いや、一番大きいと思う。あの、その成長幅で言ったら、かけるとウンパが成長幅すごいと思う。マスパンがサイドバックにコンバートしてくださって、そっから、なんか本当に大差してたな。楽しくなりました、さらにさっきは。柏レイソルと、はい、FC 東京の試合で、はい、知ってる選手は？僕 FC 東京の選手はほとんど知ってます。あ、そうなの？はい。なあちゃん？ディエゴ選手。え、柏の選手はわかる人いる？かけるは。なあちゃんは多分知らないと思うから。僕は、細谷選手。ああ、フォワードのね。あ、FC 東京ファンですけど、今日は、あのもう、サッカー観戦を楽しもうだから。はい。そう。で、一応ホームスタジアム、あの、サンキューフロンティアなんで、ホームの、その、スタジアムを楽しもうみたいな。はいはいはい、はい。スタグルも、この後食べたりとか。それが一番楽しい。ねえ、そうだよね。そう。そう。みんなでね、ワイワイしながらね、お酒とかも飲んだりね。はい。そういうの楽しいっすよね。あれ知ってんじゃん。長友佑都選手。え？長友選手。今日、いるいるいる。FC東京。サイドバック一緒のポジションなんで、うん、注目したいと思います、長友選手は。うん、確かに。あと、まあ、あの、監督、ネルシーニョ監督って、俺、現役時代一緒にやってるの、柏レイソルの監督なんだけど。はい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 。もう、名将って言われてる人で、優勝何度もしてるんだけど。まあ、怖いのよ。怖いんですか？うん。勝負に対する思いがすごい。だから、本当に、活躍すれば、しっかり試合に出させて、出れるし、ちょっとでも、変な感じのプレーしたら、もう、ベンチ外になる。マジですか？だから、練習からすっごい選手集中してる。手抜くもんなら、ほんとすぐ外されるから。那須監督と全然違うわ。那須さんもさ、普段の感じをわかんないから。普段の感じね。まあ、ウィナーズ。ウィナーズ。対話しながらだけど、もうちょっと今日厳しい感じになる。ちょっと変わる。うん。あんまり厳しすぎんのを、ウィナーズのメンバーは、多分好むタイプじゃないから。そう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 。だから伸びるためには何がいいかっていうのを、でも、ウィナーズの撮影会では、ずっとマキ君と梅ちゃんにいじられてる。え、そうだからなんかすごいさ。マキと、マキと、梅とウンパ。ずっといじられてる。そうそうそう。みんないじってるからすごいな。あのね、俺はね、いじらせたもん勝ちだと思ってる。あの、どうやることが一番
あのチームメイトと一緒にこう力を発揮してくれるのかっていうのを結構研究してたのよ。そしたら人の心をつかむっていうのが一番いいっていうのが分かったの。でその人の心をつかむためにはプライベートからずっと入ってくる。例えば俺がもうベテランの時は16個とか7個離れてるわけじゃん、はいはいはい、で普段とかさあの俺から話さないと絶対話してこないタイプだったの、はいはいはい、だからなんかアイドルが好きっていう話を聞いてそのアイドルの話から入ってきたらあっちから挨拶してくれるようになったの。へえ。さあ何の握手会行くんですよみたいな。であそしたら心の扉がちょっと開くじゃん。そうなった時に練習とか試合でこう本気で投げかけた時の反応が全く違う。本当にこうプライベートでこうバカをするのもそうだし時間を共有するっていうのをすごく大切にしてる。だから俺の場合はいじられるぐらいがちょうどいい。めちゃめちゃ仲いいよ。めちゃめちゃいい。なあちゃんは趣味は何なの？趣味はライブです。 EXILE とか。おお、そうなんだ。ガンちゃんが好きなの。あ、ガンちゃん。ガンちゃんが好きで、ガンちゃんが EXILE に入ってから EXILE。あー、なるほど。さすがだな、やっぱそうです。マジで顔なんだよ。顔じゃないですよ。やっぱり、わかりました。わかりましたね。わかりました。顔です。逆にライブとかだと男の人の方が少ない。黄色い歓声だもんね。すいません。皆さん、おかしいな。まあでもちょこっとはね、あの引退してさ、できる幅も増えたから、インフルエンサーの人とコラボできたりするから、俺のお母さん世代とかは、マッサンファン多い。あ、マジで？俺のお母さんとかも、その僕がユニアと入って、え、あのマッサンみたいな。あ、確かにお母さん世代はまあそういう方がいるかもしれないですね。昔よこれ。アホな話なんやけど、その独身の時ね、ガンちゃんが養子の S クラスだとする、はい、そしたらこういう奴らにどうすれば勝てんだっていうのを自己分析したわけ、はいはい、S クラスガンちゃん、その下が A、 A がまあちょっとイケメンって言われるけど7割ぐらいの人に支持される、はい、で B が普通よりかっこいいっていう。そしたら俺は多分 B の B ダッシュぐらいだなっていう。 A には入らない。そう、だからそうしたらどうすればいいんだって言ったら雰囲気いい界面をそこから目指したわけです。笑いすぎや。こっちで、どうにかね、かっこいいじゃなくて、かわいいって言わせるようにした。あー、なるほど。やっぱ、かっこいいっていうのは、だから結局見た目だけなの。かわいいっていうのは、その心が入んないとかわいい入んないから。黙ったらかわいいね。そう。それを目指したんですか？そう、そこを取りに行こう。気持ち悪い。気持ち悪い。若い時一番最大のモテ期っていつですか？26の時は、いや、東京ベルディン。めっちゃモテました。モテた。めちゃくちゃ言い寄られた。女性からアプローチしてくれることが多かった。めっちゃモテてる。楽しそう。連絡交換どうですかとか、で、その後にご飯どうですかとか、で、そこから告白してくれるっていう。パターンとかもあったりとか、なんじゃこりゃと思って、うん、俺どうなったんやって。いや、サッカー選手は夢あるんですね、じゃあ。J1 は18だけど、J1、J2、J3 って言えば50。そんなあるの？あるある。全員わかんの？エグザイル結構多いじゃん、だって今。そうです、ガチファンですもん。初期から第2章ぐらいが俺もうドンピシャの、あのエグザイル好きだったから俺も。あ、そうなんですか。うん。ナスさんが歌ってる動画やった。ナスさんがめちゃくちゃうまい。最近ね。なんかすごい、なんだっけ。TikTok でもある。TikTok ナスさんがお家で歌ってる。あー、そうそうそう。赤いと、焼酎飲みながら。焼酎のコップを。TikTok で、ナスさんチャンネルですか？俺の、そうそう、俺のチャンネルで、焼酎飲みながら、焼酎のこのグラスを、マイク代わりにして、赤い糸を歌うのよ。
で、下の子がうるさいっていうのすいません、すいません映画見てないですね。そうそう、TikTok で野球観戦行く時もビールとか飲みながら観戦してる。いや、プロ野球は見たことなくて。あ、高校野球だけなんだ。高校野球、しかも自分の高校の応援しか行ったことない。あ、そうなのね。じゃあ、プロは初じゃん。初じゃないか。初じゃない連れてったから。そうだ、連れてったから。何はされてんの。かける、天然だよね。いや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 、俺、めちゃめちゃ天然なんだけど。へぇ、だけど、かける天然ってわかるわ。これキャラですよ。いや、なんか、天然じゃないんですよ。ポンコツなの。キャラっすよ、キャラ。なるほど。いいな、その、たくやくん。うん。やばくないですか。もう、そう、ど天然だね。どうやばい。広島の宿、泊まったんだけど、たくやくんで新お風呂入った。で、風呂場行って、奥から裸のおじいちゃんが出てきた。出てきて、たくやくんが、なぜか、おやばいやばい、ここ、女風呂だったつって、ちょっと出てった。で、俺も慌てて出ちゃって、え、たくやくんどうしたんですかつって、やべ、もう間違えちゃった。マジでびっくりした。それは天然じゃん。うん、本当にやばいです。トースターあるじゃないですか。あ、あるある。うん、あれの、コンセントを刺さないでずっとパンが焼けるの待ってる。あれ電源入れなくてもジーって言うじゃないですか。喧嘩する二人は。最近あんましてないね。前ほどはしないです。ああ。大学通ってる時期は、喧嘩がちょっと多かった。それは何で喧嘩した？焼き餅。サークル、うん。音が入ってたんで、別々の。サークルのみとか。飲みとかあるじゃないですか。ああ。そういうので喧嘩をしょっちゅうありました。終電逃したり。ああ。まあ、昔はね、うん、なりましたね、いろいろ。若かりし。さあ、なるほどね。何するの、サークル。サッカーやって、みんなで集まって、飲んだりとか。はい。合宿とか。合宿とかって。それは、サークルメンバーでしかないの？そうですね。そこに恋が芽生えたりするパターンもあるの？いや、あります。あります、あります。結構多い。私のサークル多かった。サークル内か。サークル経験はないないない、全くない。大学も2年行ってたけど、普通にサッカー部入ってたでしょ。そうっすね。で、大学4年の時に、オリンピックちょうど出るタイミングだったから、厚労省みたいな感じで、で、その時にさ、もうプロになってたから、半年に1回ぐらい、応援してますみたいな、同じ学生で、言ってくれたりはしたんだけど、それ以外全然声かけられることなかったんだけど、それもらうじゃん、厚労省のやつ。で、もらって、こう、向いた瞬間に、めっちゃ写真がパシャパシャパシャって来て、お前ら絶対俺のこと知らなかったやろと思って、その後もうみんなにサインとか、写真とか、で、終わって、そのサッカー部のやつがサークル入ってたのよ。で、ナスちょっとさ、サークル来てよ、サプライズでみんな喜ぶから、って言って、一回行ったの、そこ。卒業式終わって。そしたら、まあ、可愛い子たちがいっぱいいてさ、いや、まあ、可愛かったよね。うん。可愛かった、あの時。なんだこの世界と思って。可愛かった、話だよ。インフルエンサーで、誰が面白かった？今までコラボした人でも。うわー、もう、この人、マジで面白いって人誰だった？でも、梅ちゃんは、面白かった。はいはい。やっぱ梅ちゃんそうだよね、天才だよね。梅ひかの掛け合いは、あの二人がいい。なんか、お笑い芸人みたいですね。いや、そうだね、確かに。俺の血液型当て。いやいけるはわかるわ。本当ですか？もう大型。もう絶対大型。でも固定でいいですか？大変なんだよな。大変なんだよ。B はないな。まずこのコーナー、俺、見たことあるんですけど。うん、毎回、那須さん外してません？外してる。これ。なんか。なんでやるんですか？絶対外すもん。いやいや、恒例ですから。なあ、ちゃん、わかんねえんだ。O じゃねえな、なあちゃんは。A か B、B なんだよな。AB でもなさそうだもん。A にします。ファイナルアンサーで。ファイナルアンサー。まあ、絶対ファイナルアンサー。なあちゃんはね、B か A なんだけど、B ほど強くないと思うんだよな。まあ、ちょっと変えた。O と B。O と B。OK です。はい。じゃあ、はい。僕の血液型は、はい。A 型です。やっば惜しい。ほら、外した。私は B 型です。ああ、当たった。でも、多分 B 型なんです。あ、多分。まあ、検査したいんじゃ、うん。あ、そうなんだ。O か B なんです。那須さん、今回も当たらず。当たらず。
惜しかったな、今回一番近かったな。え、那須さんも知ってる？那須さんも知ってる。待て待て待て、これわかんない。大型。はい。絶対 A でしょ。はい。ファイナルアンサー。はい。正解は、大型です。そのまま。マジ？そのまんまです。一応がうまいんじゃない？マジ？当てるの。一番やりにくいスタジオどこでした？柏もやりにくかったよ。アウェイの時は。あー。でもホームだったらその代わり、やりやすかったっていうか、すごい、この圧を感じやすいスタジアムだったから。サッカー専用だし。裏のサポーターじゃないですか、一番すごい。いや、すごい。でも、アウェイの時は、めっちゃだから、なんていうの、絶対黙らせるみたいな感じは思ってたけど、ホームだったらめちゃくちゃもう。やばいっすよね。やばかった。最終的にビビりましたもん。声がね、解禁、全部解禁になったら、ほんとね、応援の、この、なんていう風景だけを見るのでも価値がある。ぐらい面白い。今日フロンティアスタジアムで、柏レイソルのトップチームってすぐここのグラウンドで練習してんの、いつも。そう。俺の時もそこで練習してた。スタジアム観戦で、FC 東京がアウェーの時めっちゃ多い。アウェーって不利なの？フリーでは、まあでもホームの方が、ホームアドバンテージでやっぱサポーターの声とか、拍手大きいから、あれはやっぱね、乗る、チームが。竹丸チャンネルのなんかこう、一斉のでバンバンザイみたいなのあるの？ウェイヨー、ウェイ竹丸です。それは誰が考えたの？ノーちゃんが。ノーちゃんです。ナスチャンネルあるの？ないんですよ。そういうのが。考えてもらえますか？でも、ナスさん絶対やんないからね。いやいや、やるだろ。やります。そういうのがあったら、ね。ちょっと恥ずかしがってやんないじゃないですか、そういうのができればやるけどさ。ぜひね、ウェイヨー、どうもナスです。なんで、教えてもらいたいですね。あと2時間後、試合です。楽しみです。はい。なので、しっかり腹ごしらえして。やったー、はい、ピタグルは好きなものを食べてもらうっていうコースで。だから、そこは全部僕が。やったー。半分だけ食べてる。ちなみになんですけど、はい、僕たちめちゃくちゃ大食いなんですけど、大丈夫ですか？全然大丈夫です。もう逆に、タグルの PR になっていいじゃないですか。たくさん食べてください。たくさん食べてください。今回は、ちょっとホームを味わってもらうというか、まあ、スタジアムを楽しんでもらうので、しっかりと、容姿、はい、整えていきましょう。ということで、せーの、はい、ということで、はい、変身ということで、こちら。ラスさんめちゃくちゃやっぱ似合う。在籍してましたからね。はい。まずはちょっとタグルから行きましょうかね。やったー、はい、ちょいちょい、二人とも来てきて。俺が選手だったっていう証があるから。どこですか？あ、いた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 。いましたね、顎出して。何この。天皇杯か。天皇杯優勝した時。どこ見てんすかね、これ。これは、あさっての方向です。いやいや。お祭りやん。はい、お祭り。まずはまずはガラッと見て、小立ちごめん、運転してね。いや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 、え、小立ち運転して、いや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 、死ぬまで飲みましょう。はい、やっぱゲスト来た。嘘でしょ、嘘でしょ。小立ちゲストだ。代行代行。お笑いでやってられないのは連勝すよ。スタグルの大将にいきなりこちらいただきました。ネズルカレー大好きだね。ありがとうございます。いや、最高っす。ナスさん、ごちそうさまです。どうぞどうぞ。ごちそうさまです。ナスさん、中身激辛とかじゃない。違うんすね、ナスさん。違います。ちょっと本当に、ナスさんね、ドッキリクスタッフみたい。今回ね、なんと、なんえ？本当ですか？はい。いただきます。うまっ。うまっ。めちゃくちゃうまい。完全にこの光景、ちょっとカップルの邪魔してる人ですから。たまにいますよね、こういうちょっと友達でついてきちゃったけど、本当は邪魔だよっていう。すいません、帰ってもらっ
何個離れてる？何個？初めてもおかしくなるんだって42だけど、毎日走ってるからストーリー見ますよ。走りだ。この後に、牛タンですね。でも、もう一杯ぐらい飲みますから、もう一個ぐらいなんか食べながら待ち合わせして、最後飲めばかけた。うわ、最高で最高だわ。最高か。メンバーの皆さんと一緒に試合前にしたら、だんだんというのロジックできるのがいいですよね。スタジアムの周りで、アジアのファンの方々って、ちょっとこう、ファンウィーク感もあるんだけど、試合になると、ちょっと裏地自体熱いものがあって、ちょっと密着にこう根付いてるこのクラブなんで、だから結構、地元の人でも顔見知りみたいな。熱いファンなんです。そう、熱いけど温かいみたいな。最高です。娘のデートについてきたお父さんです。娘の彼氏のセクシー。聞いてもらっていいですか？まだ早い。早いか。2階の表、トップバッターはケバブと、生ビール。2杯目です。ナスさんのモノマネできる。試合中。かけだってやるわ。入れ替われっていうことですか？チャレンジ&カバー。あ、チャレンジ&カバー。2人は YouTuber で大変なことって何？2人なんですか？そもそも知らない。特に夏休みとか毎日とか仕事とか、プライベートの時間と YouTube の時間を分けるのが難しいです。旅行行ってもカメラ回せるじゃないですか。無駄手などでする仕事をしたかったので、だから本音で走ろうだけみたいな、ああいうのとかそういうのすごい憧れてて、サッカーのスタジアムぐらいですね。で、好きなもの見れて、好きな人たちは水晶で酒飲めて食べれて、最高。ちょっと酔っ払ってない？まだ酔っ払ってない。まだ2杯目です。2階の表です。え、那須さんって酔うとどうなるの？だけど、寝るか、めちゃめちゃ目が覚めて飲み続けるか。これ、寝ちゃうんすよ。早そうだね。多分、なぜのが強いの？いや、全然強いです。全然強い。かき氷からの夏です。どうすか？うまい。スタジアムぐらいグルメやばくね？うまい。こんな充実してるなんて分かんない。知らなかったです。お祭りみたい。確かに、やっぱりデートスポットにぴったり。スタジアム。いや、結構ガチで結構ガチで、なんか祭りみたいじゃない？こちらですね、今 U ターンを作っております。最高であちらになります。歩いてください。ちょっとこうやって掴みながら感じがいいな。ちょっとお父さん、いいな。まだ認めてねえぞ。柏レイソル対 FC 東京、両チームスターティングメンバーの発表です。まずはじめにアウェーチーム FC 東京のスタメンです。ディフェンダー背番号5長友佑都、ディフェンダー背番号3木本康輔、ディフェンダー背番号3森重正史、ディフェンダー背番号49バングナガンデ柏、ミッドフィールダー背番号44松木玖生、ミッドフィールダー背番号10東慶、1回目のスタメン紹介です。守護神背番号21佐々木正人、ディフェンダー背番号25大宮に拓磨、ディフェンダー背番号3高橋雄二、ディフェンダー背番号32田中隼人、ディフェンダー背番号4古賀太陽、ミッドフィルダー背番号28
勝ち、トッシュは社長、ミッドフィギュア背番号22、どっち、ミッドフィギュア背番号6、シーナシーケイヤ、ミッドフィギュア背番号1、マテウスシャビア、フォワード背番号10、小山智也、フォワード背番号19、細谷ロア、大声での発声、歌いな声援、未就学の感染リスクのある行動は控えてください。マンキューフロンティアスタジアム近いからね、すぐそこだから、顔が、表情も、あと選手の声もすごく聞こえる。はいはいはい、うん、いいスタジアム、ホームアドバンテージはめちゃめちゃ感じやすいスタジアム。逆に選手の時にサポーターからなんか一言もらったりとかするんですか、こういう。一言っていうか、あのサッカーという、その主勲章みたいな選手がサポーターの人に呼ばれて、まあ、選手にサポーターに行けて、なんか一言だけ言って、で、あの勝った後に流して音楽があって、それを、せーのみたいな感じで言って、みんなで歌いながら。最高です。太陽はまた昇り、再び輝く。みんなの希望となれるように日の当たるこの場所で、これからもずっとここで。エモくないですか？エモい、エモい、エモい。現在ホームタウンサンクスで勝ち笑いされたい FC 東京、両チーム選手の入場です。今から試合始まるんで楽しみにしてます。試合に参加しまして、ヨネックス株式会社、はい、ハーフタイム、将来2人に1人が何になれば、まあ確かに誰半が立てないと向き合う時代。かけろどうだった？いや、マッティングの点が個人的にめっちゃ嬉しいです。今季2ゴール目。はい、ということで、クシャレッジ対東京3-6、やばいっす。ということで9点が入る、やばすぎる。すごい激戦だったんですけど、どうでしたか？めっちゃ楽しかったです。本当ですか？うわーってよかったね。で、うわーっていうシーン多かったもんね。かけるは？本当に最後までどっちに転がるか分かんない試合で、しかもめちゃくちゃ点入って、ナナトミが楽しそうにしてくれて本当に良かったね。本当に俺はそれが良かった。すごく良かった。良かった、うん、途中交代、カシオレイする、後半、そうですね、頭から交代、本当に流れガラッと変わって、いやー、すごかったですね。うちでもなんか分かった、分かったね。それであの2点差危ないっていうのも分かったよ。2点差で1点ひっくり返されると、すごくそのね、ひっくり返した方の勢いが強くなる。でもそれをちょっとね耐えて、決勝戦をね跳ね返してっていう展開でしたけど、もうハラハラしましたね。強い展開だったんで、まあでもやってる側としては負けた側は本当に悔しい内容だったんです。そうですね、まあ、勝ってもやっぱ失点はできるだけ1に抑えたいっていうディフェンス心理はあるので。そうですね、うん、まあ、でも本当にね、両チームとすごく好ゲーム、
の展開だったと思うんですけど、まあ、あのこれからもね、柏レイソルホームゲームありますので、はい、皆さんぜひね概要欄の方からチェックしていただいて、残りのホームゲームを応援していただいてね、一つでもこう順位を上げて連勝すれば優勝ということもあるかもしれないので、サポーターの皆さんね、応援していただければと思います。で、かけまるチャンネルの YouTube チャンネル やられてますので、皆さんぜひ概要欄の方からチェックしていただいて、ご視聴いただければと思います。お願いします、はい。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。お願いします。今回はかけまる、かけるとなーちゃんと、ね、酔っ払いおじさんです。あのスタジアム北市場一番飲んでれば、なんで気合入ってない。今日はね、飲酒タイムが飲酒タイムね、タイムがね、多かったから、俺も飲酒するしろっていうことかと。ちょっと帰ってくるわって楽しかったね、マジで。でもまあ、あの試合も含めて試合前もね、楽しめたっていうので、お祭り気分でした。いや、本当にすごくいいもの見せてもらいました。皆さんぜひ、これからもホームゲーム応援していただければと思いますので、足を運んでいただければと思います。はい、今回かけるとなーちゃんと試合観戦でした。ありがとうございました。バイバーイ。